ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアストンマーティン DB11 ローンチエディション、こちらをご紹介させていただきます。もう DB11 は何度も、はいはい、ご紹介させていただいてて、そうですね、東京店でも2回目、はいはい、ボンドチャンネル自体ではもう4回目ということで、あ、結構多いですね。そうですね、うん、人気の車でもあるんですけど、はいはい、でまあ、何度も説明させていただいているんですけども、ボンドチャンネル商品車両のご紹介になりますので、うん、そうですね、まあ、繰り返しにはなるんですけども、はい、個体の、うん、まあ、ご紹介を中心にお届けできたらなと思います。はい、はい、でこちらの車、うん、まずちょっと最初に今回言っておきましょうか。走行距離が1万3000キロ、はいはい、で2017年式、うん、で車検が22年5月までの、はい、結構ありますね、うん、結構ありますね、はいはい、もうグッドコンディションの車でございます。そうですね、今年の5月車検取った車ですからね。そうですよね、はいはい、でボディカラーがマグネティック、うん、はい、はい、マグネティックグレー、はい、なんか DB11 の結構定番の、そうですね、結構DB11 というとこのイメージですねみたいですね、うん、で色がちょっと動画で伝わるかわかんないですけど、とにかくもうメタリックの感じがすごいですよね。ギラギラっすね。ギラギラですね。そしてこのちょっと光が当たってないところはガンメタに見えるんですけど、うん、ね、もう光がこう強く当たるところはこうかなり明るいシルバーに見える。そうですね、ちょっとグラデーションがちょっと独特な、うん、そんなボディカラーに なんか高級感漂っている感じで渋いですよね。いや、いいと思いますね、すごく、はい、そして今回モデルは V12 ってことで、そうです、はい、ボンネットが、うん、まあ、専用のものになったりとか、はいはい、あとは衣装に関してはローンチエディションでも、うん、はい、だいたいこう基本は一緒で、そうですね、一緒です、はい、で今回 そのローンチエディションっていうのが、うん、なんかメーカーの推奨のオプションが結構盛りだくさんでついてて、はい、まあ、お買い得ですよみたいな。そうですね、はい、うん、そんな答えになってるんで、はいはい、そしてバババンといっちゃいましょうか、はい、ホイールがディレクショナルの、はい、ダーククロームとか、ダーククロームですね、ちょっとこうツヤ感があって、なおかつそうです、こうガンメタというよりかは本当にクロームみたいな、うん、そうですね、ちょっと輝きのある感じの、はいはい、ホイールが装着されていると、はい、でキャリパーの色なんかも、うん、まあ、黒で統一されてて、ちょっとボディカラーとも合ってますよね。合ってます。でタイヤがもうポテンザ、これがなんかもう車のキャラクターを全て表してるなみたいな、はい、そうですね、そんな感じしますよね、はい、で今回1万3000キロっていうことなんで、うん、まあ、溝の方はまだまだ十分残っております。新車装着のタイヤではあるんですけど、ね、はい、全然大丈夫ですね、はいはい、そして、まあ、V12 のモデルなんで、まあ、しっかり V12 のエンブレム入ってます、うん、てます、はい、そして、うん、もう4回目の紹介なんでもうバン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 バやっぱり特徴的なこの後ろ、うん、何度見てもかっこいいです。かっこいいですね。いいですよね。テールランプとか、うん、あとこのダクトがここ繋がってるんでしたっけ？そうです。そうですよね。はい。サイドからエア吸い込んで、でここから出す。出すと。でトランク開けるとこうダクトのこう繋ぎ目が出てくるんですよね。はい、はい、うん。こんな感じでしょうか。で、はい、今回の車はすべてフルノーマルということで、はい、はい、オリジナルです。まあ、そのまま乗っていただいてもいいですし、うん、モード東京の方でカスタマイズも楽しんでいただける車になってます、うん、はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の方がこんな感じで、うん、ローンチかなり内装が豪華な感じなんですね。そうですね、でかなり豪華です。明るめのブラウンというか、どこからいきましょうか、はいはい、そして今回珍しいちょっとこのウッドのパネル、うん、はい、初めて見たんですよ、4回目にして、はい、ちょっとオープンフィニッシュでこの質感を、木の質感丸出しな感じの、そうなんですよ、なんか意外や意外めちゃくちゃかっこいいですね、うん、かっこいいですね、はい、なんかこう何ですか、質感というかその木のクリアで色を変えてるとかっていうのではないじゃないですか。質感を大事にしてるので安っぽく見えるのかなと思ったら全然そんなことない。最近メルセデスなんかでも結構このオープンフィニッシュの、そうなんですよ、ウッド使ってますよ、ね、使ってます、はい、なんかちょっともう車を通り越して家具とか、まあ、ちょっと小物みたいな、うん、そんな感じも匂わせつつ、はい、そしてレザーの質感はもうやっぱりさすがアストンマーティンだけありますね。さすがですね、はいはい、もう超高級ブランドバッグのような、はいはい、もうすごい質感のいいレザーで、うん、そしてこの辺のステッチなんかも多分職人さんの手作業じゃないでしょうか、はい、この縫い始めのところにこうマーキング入ってたりするんですよね。はい、そうですね。でこのステッチもそうですし、このパンチングもまあおしゃれ、はい、おしゃれです、はい、で大体ここレザーってあるあるじゃないですか。多いですね。で下までしっかりレザー、はい、そしてこの中もなんです。中も
ぱり抜かりないですね。抜かりないです。何度見ても美しいです、はい、そして内装に行くとシートがやっぱりこの特徴的な、はい、なんて言うんでしょう、この放射線状にこう広がるステッチとパンチングと、はいはい、そしてこれが天井にも同様のデザインが施されているんですね、はい、これめちゃくちゃ豪華ですね、なんか、うん、すごく。そしてシートはもちろん座面なんかも同様のデザイン、うん、そしてもうダッシュボードもセンターコンソールも全て、はい、うん、統一性のあるレザーと、はい、デザインで決まっております、はい、いやもうちょっとなんか車の内装通り越してません、うん、完璧ですね。完璧ですよね、もう、はい、これはモテますね。モテますね間違いなく、はいはい、そして今回の車ローンジェイジョン、ここにスカーフプレートに専用のものが入っていると、こんな感じでございます。何度も乗らせていただいてるんですけども、ちょっと乗ってみたいと思います。乗りましょう。よいしょ。もう車の中がブランドバッグの匂いです革の匂いがでも深呼吸したくなる、すごいですよね、はい、そして意外や意外なんかこう癖というかないんですよね、うん、はい、なんかもう着座のこの姿勢もすごく自然ですし、うん、ペダルレイアウトもペダルも全然こうなんかこう違和感がないというか、そう、不自然な感じしませんね、はい、自然にスッと入ってこれますよね、はい、それこそ前回前々回ご紹介させていただいたマクラーレンなんて こんなになっちゃって、あ、確かに足元も狭くて、うん、あれが逆に良かったりしますけど、はいはい、アストンはもう全然本当に自然に入ってくれる感じです、うん、はい、そしてステアリングはちょっと特徴的な、少し大きめですよね、はい、ちょっとこう丸じゃなくてちょっとこう四角っぽい、はいはい、そしてこの辺がモードの切り替えとか、うん、はい、まあ、この辺なんかもついてて、はいはい、でパドルもちょっと大きめの、はい、さすが GT カーという感じの、うん、はい、パドルがついております、はい、そしてメーターはちょっとオンにしましょうか、はいはい、こんな感じで真ん中にレブカウンターと、はいはい、左右それぞれインフォメーション、うん、はい、ついてるタイプの非常に見やすい、はい、視認性のいいメーターが、もう本当に必要な情報だけこうバーンっていう、そんな感じですよ、うん、そしてこの辺がもう何度もご紹介させていただいてますけれども、メルセデス譲りの、はい、まあ、ナビとか、うん、まあ、この辺オーディオ、オーディオ、エアコン、はい、操作関係がですね、あ、この辺はもうおなじみの景色ですよ、見慣れた風景ですね、はい、もうなんかもう安心感、安心感たっぷりです。でこれの流れで、はい、この辺の、うん、なんかこう押した感じが、うん、なんか今までのアストンじゃないですよね。そうなんです。もうなんかメルセデスのスイッチの感触、うん、はい、感触ですね。でこの辺のレバー類なんかも、うん、メルセデス譲りの、はいはい、見慣れたものがついております、うん、だからなんか信頼性がグッとアップしてるなっていうのを、はい、見て取れる感じです、うん、で当然ダッシュボードなんかも全部レザーで、はい、すごいですよね、この下までですもんね。そうなんですよ、ずーっと本当にもうなんかプラスチックの素地のところを探すのが大変なぐらい、そうですよね、ほぼないです、ほぼないです。でピラーなんかもそうですし、うん、天井バイザーなんかも、うん、はい、バイザーだって天井アルカンターラとかレザーの車って、うん、まあ、割とあるじゃないですか、はい、だからバイザーがなんかこうちょっと残念なのって多いですけど、多いですね。アストンの場合 はね、バイザーはおろかこのミラーの蓋までレザーですから、ね、そうです。でこの蓋の開き方がやらしいんですよね、わかりますか、真ん中が引っかかる感じ、はいはい、グッていう、なんかね、はい、なんですかねでこの台座もこのメッキの台座 で、はい、しかもここ何気にここ何気に、はい、クロームのリングになってるんですよ、はい、うん、パーツが付いてるんですよ。そうですよ、抜かりない感じですよ、やらしいな、うん、こんな感じ で今回の車はドラレコだったりとか、うん、はい、はい、そうですね、レーダーだったりとか、レーダーすごいところについてますね、これ、うん、いいか悪いかちょっと微妙なんですけど、はいはい、ただでもこれ外から見えないんでいいかもしれないですけど、そうなんですよ、ちょっとごちゃごちゃしちゃうじゃないですか、はい、ドラレコもついてますしね。そうじゃなくてもうどうしてもつけなくちゃいけないこうドラレコとか、はい、ナビのこと、うん、そうです、この辺はどうしてもしまえないじゃないですか。そうですね、でそれに加えて、うん、レーダーがこの辺ついてたりするとちょっとごちゃごちゃしちゃいますけど、はい、今回の車ここについてるんで、うん、そうです、まあ、意外や意外いいんじゃないでしょうか、はいはい、そして下に戻ってきて、うん、まあ、この辺が、はい、
特徴的な電動のセンターコンソールっていう、うんうん、はい、手塚さん的にはこれあんまり動かさない方が良さそうですか。そんなこと多分な大事だと思うんですけど、どうしてここ電動にしてるんだろうっていうのがちょっと疑問ですね。イギリス選手たるとこパカパカしちゃいけないんですよ、ね、はい、そうでしょうね。スッとスッと、はい、スッとね、はい、こんな感じで、はい、でもこれバッテリー上がったら開かないってことですよね。うん、だ大事なものは閉まっちゃいけないってことですよね。で思うとなんか使いづらくないですか。あ、うん、まあ、でもバッテリーつなげば、うん、はい、開けますから、まあそうですね、ちょっと一癖ある、はいはい、コンソールになって、はい、あで USB と SD カードと、はいはい、でこれ地デジがついてますんで、はいはい、あ地デジついてるんですか、はい、なるほど。ただ標準では地デジがついてないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だから後付けになります。メルセデスの使ってるのに、使ってるのに。あ、そうなんですね、はい、ちょっと残念です。でステージもそう、はい、ついてます。つけてある、はい、はい、ちょっとじゃあ後ろもで、後ろ乗るときはこの紐を引っ張って、はい、前にやると自動的に、そしてちょっとマイクどうやって乗ろうか、はい、ちょっと待ってください、ちょっとためらっちゃうサイズです、はい、これ正直これはちょっと、はい、あの無理ですもん、はい、はい、まず頭が無理です、はい、ただ後ろもすごいんですよ、うん、レザーが。そうなんですよ、もう全部このセンターもレザーだし、うん、このバングのこのカバーもレザーだし、はい、でリアのトレーも、うん、はい、全てすごいっすよね。完璧ですね。リアのピラーも全部じゃないですか。そうです。こっち側も、はい、で極めつけはだってこのシートのバックレストが全部レザーっすよ、ね、えこれすごいっすよね、ここまで、うん、ここも、はい、どうしてこう乗れない後ろにこんなに抜かりなく、ちょっとこれは、うん、あの無理です、こうシート倒さないですけど、そうですね、もう無理です、はいはい、もう荷物置きとして使っていただく感じになると思います、うん、いやちょっとどれぐらいですかね、ポルシェの911系ぐらいですかね。いやもっと狭くありません、もうそうっすか、特にここが出てるんでそう感じます、うん、僕。あちょっと子供でもきついですよね。で子供でもきついですね、はい、あの姿勢があまり良くないです、これ。そうですね、はい、それより何よりこの車でこうなってるのを見せちゃダメです確かにね、はいはい、なんでもうリアはないものとして考えていただいた方がいいかもしれないです。はい、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランクが外から開かないってことでリモコンか、まあ、はい、室内のパワーウィンドウのスイッチを押してるんですよね、うん、で開けていただくような感じになります。はい、そしてこんな感じで、うん、下から開いちゃうっていう。そうなんですよ。でこれ僕なんかで見たんですけど2人でゴルフ行ける車とかってなんか書いてあった気がするんですけど、はい、でもどう見てもゴルフバッグ1個しか入んないですよ。これ入んなくはないですけど工夫が必要だですね。シートも倒れないですもん、ね、そうなんですよ、はい、ただ横かなりスペースあるんで、はい、こっちもそう、はい、特にねこっちがスペースあるのでここはちょっと低く見えるんですけどね。まあ、このスタイリングにしてはいろいろ詰めそうな感じはしますよ、はい、そうですね、はい、そして他の収納なんかは下とかもないんですもんね。ないです、はいはい、サブ的な収納は一切なく、うん、はい、でこの中にちょっとしたというか、はいはい、ファンク修理キットと そうです、はい、その辺が少し入ってると、はいはい、こんな感じでございます。だから燃料タンクはこの後ろにあるんですよね。そうなんですよ。そうなんですよね、うん、よいしょ。そしてここが先ほど体感で触れてた、はい、このエアーがここから入って、ここに入って、ここに入って、でここから出てくる。そうです。なるほど。こんな感じのトランクになってます。うん、でトランクがこれでソフトクローズが、はいはい、しっかりついてると。はい、はいはい、じゃあ続いてボンネット開けたいと思います。ボンネットがこの脇のこのスイッチですね。だとエマージェンシーで左右に紐があるんですよね。そうです。はい、それを引っ張っていただいても開けることができます。そしてボンネットがこれ、うん、どうすか2人で開けるの正解じゃないですか。1人でも開けられなくないですか。いや全然開けられますよ1人で、はい、このクラムシェルボンネットって言うんでしょうっけ、はいはい、このどでかいボンネットが、うん、ヘッドライトを残して上がると。で積んであるエンジンが 5.2 リッター V12、 はい、ツインターボですね。 V8 よりかも V12 の方がちょっと本流じゃないですけど、はい、もうアストンマーチンをこう全力で感じたいんであれば、そうですね、 V12 の方がやっぱりこうずっと今までこう、まあ、NA6 リッターだったですけど、もともとはでもやっぱりこうフラッグシップというかあのアストンマーチンとしてはやっぱり12気筒が一番
上のグレードっていう扱いは変わらずなんで、味わうんであれば12気筒をぜひお勧めしたいです。でスペック的には V12 ツインターボ、うん、600馬力ちょっと、608馬力ですね。ですよね。はい、はい、でなんかエンジンがドイツでこれ作ってるんですか。ドイツで作ってるんですよ。はい、あそうですか。ドイツのケルンっていうところで、うん、あらなんか、うん、アストンマーティンエンジンプラント、はい、AMEP か、うん、はい、っていうところで作って、はい、組み立てたのをイギリスに運んで搭載してるらしいですよ、うん、あなるほどね。で AMG と同じ、もう一人の人がこう、うん、最初のこうネジを、ネジを入れるところから、うん、もう組み立てるところまで全部やってるらしいです。あだもしかしたらその辺もちょっとこう、うん、メルセデスのなんかが入ってるのかもしれないですけど、なるほどね。まあ、一応そのドイツの、はいはい、ただこう言ってしまうとメルセデスのエンジンとは違うっていうメーカーは明確に言ってますね。まあ、ボアとストローク見てもらうと分かるんですけど、もともとの LA のエンジンのストローク改良版みたいな感じのエンジンになっているそうです。ベースの流れはちょっと違うんですよね、うん、そして締めるときは、はいはい、まさかのボンネットにソフトクローズがついてるんで、はいはい、これカチャンってやってもらえばいいんですよね。ここまで行くと、はいはい、後自動で閉まると、はい、お願いいたします。はい、行きましょう。初ですからね。初ですね、はい、果たしてこの V12 の600馬力が、はいはい、うなりを上げますからね。これ V12 の方が一応その、はい、本流というか、そうですね、まあ、V8 が良すぎて結構評価が高いですけど。そうですか、はい、そんな感じしません。なんとなく V8 はでもいい車ですよね、はい、僕はどちらかというと12が好きですけど、個人的にはやっぱりこう DB11 の真骨頂を味わいたいんであれば、いやもう当然あの V12 ぜひ、はい、と言いたいところです。はい、車重が V8 より 100kg ぐらい重いんでしょう、うん、そうです、はい、うん、ただそれをもろともしないパワーとトルクで全く感じませんね。もうナイスバーでも最高ですよ。いいじゃないですか、しかもこのオープンフィニッシュのウッドがいいですよね。いいす、やっぱりね、カーボンとかウッドの感じとか、そう、はい、すごくいいです。おしゃれだな、うん、こんなのが似合う男になりたいです。大丈夫ですよ、似合ってますよ。本当ですか、はい、岡山で完全に乗せられてる感が、はい、わあ、このいつも段差越えた時に、はい、こう結構車のなんか剛性というか、まあ、そんな剛性語れるほど車詳しくないですけど、はい、なんかこう車のキャラクター出ません？ああ出ますね。う、うん、あこういう感じかみたいな。そう、はい、分かりやすい。あそこのね、いつもいつも乗り降りでブイーンと走り出してみたい感じです、うん、そして中の高級感がやっぱりすごいですよこれ。やっぱり、こうさっきもいろいろ言いましたけど、はい、やっぱりこう革の質感と、はい、あとこういうところの作り込み、はい、ステッチとかすごいですもんねこれ。そうすごいです、やっぱり高級バッグですよ本当に。うわめっちゃいい音してますね。はい、今スポーツプラスモードで走ってます。そうすると途端に音も変わりますんで、はい、なんでしょう、うるさくないのにちゃんとこう V12 が、そうなんですよ、 V12 サウンドがしてますね。はい、うわー、すんげースムーズ、すごいいいっすね。なんかこうスポーツモデル、他のメーカーのスポーツモデルみたいな荒々しさはないですよね。ないです。なんかとんがった感じはしないですよね。なんかどこまで行っても上品な感じ、はい、だから車のあれですよね、キャラクター的には GT カーのもう、そうです、はい、そんな感じですね、究極みたいな。はい、すごい、まあ、もちろんだから速くも走れるんですけど、はい、どっちかっていうこう流す方というか、そうですね、ロングツーリング、はい、はい、快適に、快適ですねこれは。
こう、はい、毎回こう、はい、アストンの12気筒ってやっぱり思うんですけど、はい、吹き上がりの綺麗な吹き上がりと、はい、あのどこまでも続くようなトルク感とか、はい、すごいですね。これなんか分かります？これ今結構バンピーな感じだったじゃないですか、はい、なんですけど なんていうんですかね、あのよくあの古い言い方するとなんかイギリス車を例えるのによく猫足とかって言ったじゃないですか、はい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 、なんかこうふわっと捕まえてる感じ、はいはい、こう地面に吸い付くような感じ、そうです。でメカニカル的に、はい、あのトラクションを逃がさないっていうんじゃないんですよね、はい、なんかまたこう独特な感じがします。確かにこれはあんまり国産車とかドイツ車にない感じ、ね、絶対ないですよね。うわぁすごく安定してるし、いはい、あなんかトラクション逃げちゃうかなって思いつつ逃がさない、はい、ような感じですね、うん、もう僕はこの助手席で目をつぶって音を聞いていたいです。はい、めっちゃいい音しますよ。すごい音ですよね。本当これもなんかワクワクする一台ですよ。そうですね、はい、またこの音質の良さ、いやそうだよね、はい、すごくいい、音量じゃないですねこれ。そう、めっちゃスムーズ。しかもなんすかね、これだけ中皮対応してるのに、うん、こう皮擦れる音しないですね。ね、キシミオンとか、はい、嫌な音がないですね。全くないですよね。はい、例えば少し乗ってて出てくる可能性はあるんですけど、はい、やっぱりこうなんていうんですか、ほんと出てしまう車ってもう新車の、はい、ね、下ろしたての車から音出ちゃうので、はい、今この車で考えれば仮に出たとしてもそんなに耳障りな音が四六時中出るような感じには思えないですね。ですよね。はい、だと思ったんですけど、はい、このフロントからの音がしないっす。はい、しなくないですか？しないですよ。あれこれリアエンジンでしたっけって思うぐらい後ろからしか音がしないですよね。なんかそのなんていうんですかね、こう鳴らし方というか聞かせ方というんですかね、はい、メルセデスの63なんてこうドロドロ後ろからも聞こえて、はい、うん、前からこうメカニカルのノイズが聞こえるじゃないですか。そうですね。じゃなくてもう純粋にこう後ろから V12 サウンドの排気音しか聞こえないですよ本当に、はい、ミッドシップみたいだよね、はあ、音の聞こえ方が、うん、エンジンももう成熟の域に達してますし、もともと静かなエンジンなんで、エンジン自体が、はい、そのせいなおさらでしょうね、あと思いのほか遮音性すごくないですか？すごいっす、本当にすごいっすね。いや今トラックすれ違ってトラックが行った音があんまり聞こえないんで、はい、びっくりしますよねこれ、うん、はい、あね、全然違うっすね。違いますね。すごい、これはちょっとでも他にない感覚っすね、うん、うわうわ最高です。最高ですね。こう来たかっていう、うん、ちょっとやっぱりイギリス車の車作りはすごいっすよね。ちょっとまたドイツとは違いますね、うん、そうですね。あとこのメーターの視認性がめちゃめちゃいいです。あ、真ん中にこうレブカウンターが、はい、スピードメーターも見やすいし、はい、水温油温全てとても見やすいですね。でも GT カーたるところですよね、そういうのは、はいはい、はい。やっぱり運転のしやすさとか、うん、あのねちょっと今不思議なことに気が付いたんですけど、はい、メーターパネル、はい、メーターナセルのところが、はい、当然当たり前ですけど盛り上がってますよね、はい、これ運転席座ると、はい、盛り上がって見えないんですよ。このままフロントガラスの先まで行ってるんですよ。確かにこれちょっと、あ、これすごいな、絶妙なところになってますね。はい、ボンネットこう傾斜して落ちてってるかと思いきや、うん、真っ平らな感じに、ちょっとこう、はい、ちょっとなんていうんですか、
目線上げれば、ここのダクトのグレーとか知れば両サイド見えるんですよ。そうですね。これすごい車幅わかるんだって感じします。ちょっとあのダメ出しポイントさせていただくと、はい、ミラーがでかい。あ、外側に出っ張ってて、あ、ここだけあの運転する方は要注意ですね。確かに、うん、でも幅が1900のさらにその、そう、はあ、だからミラー2メーター以上超えてますよね。ですね。足が出てて、はあ、ケースも大きいので、ただすごく視認性良くて、そうですね、はい、あ、車のサイズ感がつかみやすいです。なるほど、うん、すごくいいですね。めっちゃいい音本当に、うん、やっぱりフェラーリ、ランボ、アストン、V12 みんな違う音しますね。そう、もう三者三様、なんかマフラーどうこうじゃなくて、なんかもう、うん、ベースのところの音質が違いますよね。そうなんですよね。だからなんかランボってマフラー変えても、あ、ランボの音はすぐ分かりますよね。なんかね、こう意外と乗ってみると違うなっていうのが、その音やっぱりありますね。でね、でほら空ぶかししただけだと、はい、なんていうんですか、こう普通に一辺と何ですか、ブーンって音するじゃないですか、はいはい、なんていうのかな、複合的要素って、あの、はい、走って、はい、実際にこう負荷かかった時の音って違いますよね。全然違います。違います、わかります。はい、なんか単純な音じゃないんですよ、はい、かといって耳障りでもなく気持ちいいですね。小気味いい感じ。これは気持ちいいですよ。これは気持ちいいです。普通のモードにしたら全然静かになっちゃいますね。多分これ今変わってないですけど、まだ深くモード自体は、はい、GT モードというのは通常のモード、はい、でもう一個押すと、はい、スポーツモード、はい、でさらにあメーターのここに出てくる。そうなんですよ、ここに、はい、これはすごい分かりやすいし操作しやすいです。まあ、いわゆる GT っていうのは普通の車でいうとこのコンフォートモードみたいな。そうです、そういうことですよね。はい、ダッシュ周りもそう変えられると、変えられると、GT モード、スポーツモード、はい、スポーツモードプラスと、はい、3段階になってますね。同じように、はい、でこの辺の操作系も、はい、もうあの見てすぐ使える、はい、メルセデス譲りの。そうなんですよ。でこの辺の、うん、シートヒーターベンチレーションバッチリついてますし、はい、このパネルを見ると安心します、はい、確かにでもドイツの、はい、メルセデスのこう技術とか、はい、そういうのが入ってるじゃないですか、はい、それを良しとしない層も一定層いるらしいですよ。ああ、そうでしょうね、はい、なんか分かる気がします。それは第一次世界大戦、第二次世界大戦って敵国だったところの国のパーツを使うなんてどういうことだっていうふうに言うイギリスの方が、はいはい、一部いらっしゃるみたいです、うん、なんとなく分かる気がします、はい、でもそれぐらいこうイギリスを代表する車というか。そうですね。根強いファンがいる車なんですね、はい、しかしながら、はい、私現行のバンテージの時にも確かツッチーと喋りましたけど、はい、やっぱりメーカーがパートナーとして選んだメーカーなわけですから、はい、間違いないんですよ。そうですね、はい、いろんなことがあると思うんですけど、はい、費用面とか、はいはい、ですけどその中でここのメーカーとだったらタッグを組んで素晴らしいものを作れるって判断してるわけですから。 そうですね、それはやっぱりこう気持ちは分かりますけど、はい、反対してる人の、はい、でも受け入れるべきかなと思います、うん、本当にアストンマーティンだったりそういうメーカーが好きな人、車的にはもう本当に正常進化っていう感じですよね。間違いなくそうだと思います。うん、なんかもう想像通りでもあり、うん、ちょっとこう想像以上でもあり、はい、はい、マフラーの音なんてこんなちょっと、うん、店内で聞くのとこんなに違うと思わなかったです。本当ですよね、はい、全く違うんでびっくりです。ナビついてないですけど、はい、ですね、つきません、こっちか、あ、お、DB11、はい、はい、いいですね。デイビッド・ブラウンでしたっけ、はい、はい、
この辺も安定安心の見慣れた、はいはい、メルセデスでいうと一世代前ですけど、そうですね、まあ、完成されてますからね、あの本当に、はい、あの全くで便利機能でパークアシストとかも、うん、カメラなんかも全部充実してるんで、はい、ああいいですねこれは、はい、この360度幅も、はい、本当運転しやすいです。確かに車幅があってもそうなんですよ。この辺はバッチリじゃないでしょうか、うん、駐車のアシストも今ちょっとこれ駐車場所はないんでってなんですけど、はい、うん、そんなのもしっかりついてるし、そうですね、はい、で最近珍しいこうディスクのスロットルもついてるんですよ、はい、いやーこれはちょっと持っときたいです僕、うん、はい、オーディオもね、はい、バング&オルセンなんで、あ、これこの車は、はい、抜かりなく入ってくるやつですよね、はい、だってもうこういうとこ全部レザーっすよね、この奥も本当にすごいです。だからなんかもう高級バッグの中にいるみたいなんですよ。はい、この奥の電気も、うん、ここがね皆さんご承知かと思うんですけど、はい、これなんで電動にしたっていう、はい、はい、ちょっと不思議な感じなんですよ僕は、はい、手でガシャガシャやって安っぽいっていうのも、はい、あれなんでしょうけど、確かに、うん、いやここ電動にするんだったら、うん、あれイージークローザーつけてほしかったですよね、はい、ソフトクローズ、はい、はあ、ソフトクローズついてないですよねそうなんです、はあ、確かに読んですよイギリス紳士はこう、うん、まあ、そうですよね、はい、そうです、そうなんですけど、なんかやっぱその国民性の違いなのかな。でもこれ2種類ありますよね、これ電動のと電動じゃないのあります。あとここにあれがあるんでしたっけ。あ、そうです、あのあれが、はい、よいしょ、隠れて、あれキーレスの電池がなくなっちゃった時にそうです、そうです、刺す、あれ違う、刺す穴がここにあるんですよ。あります、はい、うん、だってこういう中とかも全部あったるんですよ。そうなんですよ、手作り、うん、なんか普通に乗れちゃうからな、すごいな。確かにでもそう考えるとそうっすね、うん、何にも別に着ようとこないですよ、普通ですもん。なんかこう言い方変ですけど、はい、なんかそれぞれのレイアウトも、うん、はい、このウインカーの音僕嫌いです。ポクポク言ってる感じですね、うん、ポクポク、ちょっとこもった感じ、こもった感じの、はい、うわースムーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で土方さん毎回聞いてるんですけど、はい、カスタムどうしましょうっていうか難しいよ、はい、意外にこれいろいろされるんですよね、うん、意外になんかアストンマーティンちょっと触っちゃダメみたいな空気ありますけど、はい、意外にこうローダウンもできるし、そうですね、はい、エアロなんかもあるし、そう、はい、ホイールも入れると結構映えますね、はい、うん、で土方さん的には足元中心のカスタマイズがいいんじゃないかなっていう、はい、そうですねって思います。でもね、あの難しいですよ、あの意外とこう派手なイメージではない車なんで、さっきちょっとツッチと話したら言ってたけど、キャリパーペイントとかその辺でこうかなり変わってくるので、まあ、ホイールとキャリパーペイントっていうのはセットでこうパチッといじりたいですね。せっかくなんかいいブレーキ入ってるじゃないですか。そうなんですよ、カーボンブレーキではないですけど、うん、一応その2ピースのローターだし、そうなの、はい、キャリパーも大きいの入ってるのに、そうちょっと地味ですよね。そう、主張が足りないじゃないですか。ですよね、はい、だからまあちょっと黄色とかじゃあれかもしれないですけど、うん、ちょっとこうシルバー系のにするとか、いや、いいと思いますね。するとか、いや、すごくいいと思います。もう少し色気を出してもいい気はしますよね、うん、車のキャラクター的にそうなんでしょうけど、でもなんかこれをベースにちょっとだけやってあげたら行き過ぎない感じでね、うんうん、あれこれ純正ですかみたいな、そうそんな感じで止めとくと、うん、ちょっとおしゃれでいいかもしれないです、ね、かっこいいですよね、はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアストンマーティン DB11 ローンチエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。